質問来てた。ADHD ってどんな仕事向いてますか？ ADHD って苦手なことたくさんあるんだけど、実はすごい才能を持ってるんです。具体的にはですね、ADHD の人というのは多動性、衝動性っていう特徴があるんですね。多動性っていうのは、もうとにかくじっとしてない、動き回ってしまうであるとか、衝動性、突発的に何か行動するみたいなことがあるんですね。なので、その特性を生かした仕事っていうのが何よりも向いてます。例えば、起業家とか自営業でお仕事するっていうのはめちゃくちゃ成功率高いです。もちろん僕らってサラリーマンになるための勉強っていうのを学校でね、教え込まれるからピンとこない人も多いかと思うんですけども、今 YouTube とかでいくらでも起業とか副業の勉強できるじゃないですか。なので今のうちからビジネスの勉強というのはしておいてください。他にも営業職とかジャーナリストなんていうのも結構いろんなところにアンテナを張って行動するという特性上得意だったりしますね。プラスアルファで、クリエイティブ能力が高いなんてことがありますから、デザイナーとかバイヤー、カメラマン、画家といったアート職が強い仕事っていうのもすごく向いてます。とはいえ、そもそも興味のないことを勉強しようとかスキルを身につけようなんて思いませんから、もしあなたが何かこういうことやってみたいんだよなということがあるのであれば、それをぜひ目指して行動していってください。大丈夫、あなたは絶対にうまくいく。